皆さんこんにちは、トリスです。今日は減量1週間の経過報告させていただきます。いよいよね、8月末のビキニ部門の大会に向けて減量を再スタートしたんですけど、まずね、この1週間で体がどれだけ変わったのか、でどんな食生活を、まあ、どういうことに気をつけて送っていったのか、今日はお話しさせてください。どうですかね、1週間前と比べてみて、まあ、普通に立っただけでもお腹の腹筋のライン出てきましたね。はい、横です。横はここのね、お肉がちょっとついてたんですけど、少し減ってきた感じはします。お尻はね、トレーニング引き続き頑張ってるんですけど、どうにかね、ここね、頑張ってお尻映えてほしいですね。後ろこんな感じです。はい、こちらが1週間の変化になります。この1週間で 1.4kg 落ちました。イエイ。はい、それではこの1週間どんな食生活を送っていったのかご紹介させてください。まず今回の減量の大きいルールとして、タンパク質、脂質、炭水化物の割合を2対2対6の割合で取っていこうというふうに決めてました。で、全体の総カロリー数も、まあ、2000kcal 以下っていうふうに定めてやってきたのが今回のルールだったんですね。でも今日からね、じゃあ減量頑張るぞって決めたその日、早速やらかしておりました。この日ね、友達と美味しい焼肉を食べてたんですよ。やっぱ焼肉ってね、ちょっと脂質がかなり大きいので、もうこの時点で減量アウトっていう感じでしたね。はい、で私が脂質がね 50g 以下っていう風に設定してるはずなんですけど、今回のこの焼肉127g 脂質取っておりますね。もうこれ完全アウトです。なんですけどね、まあ、焼肉とても美味しかったし、まあいいお肉だったからセーフなんじゃないかなと個人的には思ってます。で、総カロリーも1932kcal 取ってました。一応ね、2000kcal 以下っていうふうには決めてたので、カロリー自体はそんなに大したことないんですけど、まあちょっとよく食べてるなっていう感じです。初日からこんな感じでちょっと行き先危ういんじゃないかと思ってました。で、次の日ね、もうここはリカバリーをしなければと思って、ちょっとカロリーを抑えてたんですよ、次の日ね。なんですけど、どうしても飲みに行きたい予定がありまして、深夜0時までラーメンビール楽しんでおりました。はい、2日連続アウトですね。こちらね、なんとね、驚愕の2273kcal 取っております。脂質もね、本来 50g に対して 67g、 しっかりがっつり脂質もいただいておりました。あとやっぱアルコールはね、アルコール換算はちょっとしてないんですけど、まあタンパク質の分解をね、阻害してしまったりするので、とても体にはいいと言えない食生活を送ってしまいました。で、3日目ね、まあ、これはこの2日間遊びほうけ回っていよいよやばいと思って、やっとここからね、切り替えてリカバリーをし始めたところなんですね。3日目、総カロリー864kcal、 ここでね、一気にカロリーグッと落としたんですね。いろいろなこうリカバリーのやり方あるんですけど、私としてはもう一気に落とした方が、まあ、体のね、刺激を促進させるためにいいんじゃないかと思ってですね、まあ、この日はちょっと少なめにご飯食べてます。まあ、合計カロリーが864っていう感じでまとまってますね。まあ、なんかね、小分けにして食べてたらそんなに空腹は感じなかったですね。こうやってちょっとカロリーを落とすって決めた日は、小刻みに、まあ、5食くらいに分けてね、食べるのもありなんじゃないかなと思います。はい、で、その次がですね、まあ、1288kcal、 こちらの PFC バランスは綺麗にね、保ててましたね。まあ、ここから一気にストンとカロリー落として、徐々にスタンダードな流れになってきたんじゃないかなという感じです。
で5日目も1435キロカロリーという感じですね。はい、まあこの辺のカロリーをキープした状態でやっていければ体は順調に適応してくるんじゃないかなと思っております。はい、まあこんな感じでね、減量始めますって言っても目いっぱい楽しんで食べてるやつもいるんで、でまあ、今回がね初めて大会に出るもので、ぶっちゃけどんな体重で体脂肪率どれくらいがいけてる体なのか全然わかんないですよね。なんですけど、まあ、今回は初めてなので一旦その自分の基準値を知るっていう意味でもしっかりと減量頑張ってかつ筋肉を残してちょっとそういったイケてる体が仕上がるように頑張っていきたいと思います。はい、そしたら今回の減量報告終了いたします。またね今週も楽しんで頑張っていきたいと思いますので皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。